にちは、カナムシュールです。本日は、もうそろそろ2月の終わりに近づいているので、ちょっとですね、桜のモチーフ、桜の作品を作っていきたいと思っています。昨日のキャスの試作で作っていた、桜猫ちゃんなんですが、熊五郎の涙で、熊五郎の涙と、このグリーンオーシャンさんの福袋についてたスイートピンク、スイートのピンクですね。なんかこう、パール感のあるピンクで色付けした猫ちゃんですね。あともうちょっとホロを入れたりした。で、ちょっとね、熊五郎さんなので、ちょっとね、黄ばみちょっとね、手持ちでちょっと使ってなかったやつで作ったので、こんな感じの。それでその後、刹那でもう一匹、このね、こっちの猫ちゃんのもう一匹を作ったんですが、こっちが刹那、こっちが熊五郎さん。微妙に色がやっぱ透け感が違うので、遠く離してもわかるよね。今日は、刹那で、こっちね、刹那で作っていきたいと思います。雰囲気はもう同じような感じで作っていきます。そして、昨日花びらも作ったんですけど、これもね、熊五郎とさっきの着色剤ね、そしたらね、なんか花びらがやわやわにできちゃって、本当に、花やわやわ。なので、これもちょっと刹那で作り直して、パーツとしてね、使いたかったんですけど、硬いのもあるんだけど、いやもうほぼやわ、こんなに曲がることある？で、こういう、全然ソフトじゃない、ハードの。こんなにやわいんですよね。で、もう結構長い間、ライトの中に入れてても、こう、すごい柔らかいので。これちょっと、くっついたりしたら嫌なので、これもちょっと作って、猫ちゃんも作って、やっていきたいと思います。猫ちゃんのね、これとこれがなんとなく向かい合う。ちょっとおデブちゃんさが違うんだけど、でもちょっと、あとこのぶら下がり猫ちゃんのこれも作ってみたいと思います。ちょっといろんなパターン、時間がそんなにあるかって話だけどね。ちょっとこれで作っていきます。今日は桜猫ちゃんですね。これでやっぱ透明感がある方が、で花吹雪みたいな感じで作りたかったので、これで作っていきます。ちょっと増やそうかな。もう刹那がなくなってきた。レジン堂さんの刹那ですね。この間、試しに2本買ってみたので、これがね、もうなくなりそう、試作で。花びらと、で、なくなってきた。はーい。ピンクをね、これで、色付けします。あんまり入れると、これで硬化しなかったのか、本当にわかんないんですよね。そしてね、ターコイズをちょっとだけほんのりグリーンの部分をちょっと作りたいので、これターコイズなんですよね。なんかパウダーで色味をつけるっていう。今日はね、もう透明な感じに仕上げたいなと思って、はい、もうちょっとグリーンでもいいかなって気もするんだけど、はい、かわいい、本当にかわいい。ピンクパール感があるので、なんか綺麗ですね。ちょっと結構ぐるぐる混ぜたので、エンボスをかけていきたいと思います。花びらをちょっと作ります。いっぱい作りたいなと思ってんだけど、気持ちを。入れすぎた。もうちょっと気を抜いてもよかったかもね。
ここにまたちょっと見えない作業で本当に、こら3回この作業をするといいかなと思ってんだけど、ピンクに戻りたくなかったね。近めても見えないね。もうちょっと色がある作品の方がいいのかなって思いましたけど、ちょっとすがすがしい感じ。はい、これで硬化します。あ、でもちょエンボスかけようかね。ちょっと沈んでるの、ぷっくりとまではいかないで、あとこういうとこがもうバリになっちゃうだけなので、これね、はい、ちょっと少ないかな、これはって感じ。花びらはもう艶出ししないので、あの抜き取って終わりって感じになるから、表面プニってなってる方がいい。ちょっとあのプニってよいしょ。ではこれで硬化します。そして猫ちゃん、ね、お耳と尻尾とお手手をピンクにしたいんですよね。足もそっで、お、お出てと、お、後でツンツンしようかな。はい、全然入ってるか入ってないか分かんないね。そしてね、このまんま1層目の、あの桜が入る部分を作りたいかな。なんでこの透明で、その色がついたのを向こうに押しやる、端っこに、今日は桜はこれでいいかなって思ってるんですけど、ちょっと大きいかな、その子の体に入るには。そしてね、この桜をちょっとこう五分割に、花びらを五等分にして、これを五等分にして、一枚が、ここのね、一枚ね、これ絵を入れます。五枚だから入れます。五等分して、はい、めんどくさいですけど、このサイズが花びらがちょうどないので、おい、めんどくさいけど、これを切った方が可愛いのが絶対できると。よいしょ米粒、ちょっと待ってちょん、場所は手帳ちょまって適当に入れて、後で手にくっついてる。はい、はい、
と、花びらを回せた。そして、なんかわかんないんだけど、多分レジン堂さんの、だと思うんですけど、これを、なんか、拭いてる風に、ザバーって入れるより、なんかこう、ラインになってる方が可愛い感じがしたんだよね。ちょっと、そしてね、レジン堂さんに透明の蝶々が入ってたので、透明だったら私もいいかなって思って透明だったらいい感じに使えるかなって思ったので、これを1枚飛ばしました。尻尾のとこはさ、もう一層入れるんだけど、もう一層入れるから大丈夫かな。これで硬化します。気泡大丈夫。ちゃんを作ります。にゃこちゃんも同じです。ぶら下がりちゃんとそんな感じで、耳のところと今日の先は同じ先をか、尻尾とカラーのやつはカラーのやつで上まで満杯にしたいかなと思ってんだよね。おかしいかなって。足先ね。はい、こんな感じ。違うとこで買ったか、微妙に猫のなんかふっくらさが違うは違うんですよね。よいしょ、よいしょ。そしてそして透明を真ん中にわわわわわっと入れていくので、耳のとこに追いやりたい耳のとこに追いやりたいので、ちょっと意識しながら、はい。何分目かな見えないでね、桜をちょっと微妙にピンクの桜と白い桜を入れ替えてるって、でも両面が一緒かな。ピンクっぽいのと、わかんないねこっちにピンクの子入れるかな。気持ちいいピンクの子。体が大きいからね、3枚4枚は入りそうだよね。ここに入れようかな。見えにくい。4枚かな。胸のとこに1つ。うちの方が上品に見えるでしょ。なんか違うね、やっぱり。飛んでちゃった。どこに飛んでった。ゴム手してると本当にこの作業は最初にやってた方がいいよね。ゴム手切りそうなんだ、本当に切りそうだった。ハート型なこの雰囲気が可愛いんだよね。ピンクの花びらこっちにも入れたいね。
花びらがピンクなの可愛い。花びらピンク。白もこっちに白が入るの可愛いしね。散らしてもいいと思う？もう一個ぐらい、もう一枚ぐらい、もう一枚カットしてピンクを切ろうか。うん、どっか飛んでっちゃった貴重な一枚が。飛ばないように。ここにいる。あと、いろんな角度に入ってる方が可愛いわ、可愛い。いいんじゃない？いいんじゃない？そして、あと、ほら、ピンクと白ってわかる？ちょっと違う感じに見えたらいいなと思って。ラインで、いっぱい取っちゃったな。ちょっと下手くそすぎる。なんかシャーって真ん中に駆け抜けるみたいにしたかったんだけど難しい。ちょっと入れすぎたらなんかギョギョしくなっちゃうしなと思って。あんまり行かないでほしい。少しだけグリーンのつぶつぶのこれを、このグリーンを入れてみようかなと思って。気持ちいい。葉っぱ代わりっていうかちょっとポイントで。あー、2個ついてきちゃった。気持ち効果にしたいので華やかに、ピンのパクダルミこれをちょっとちょっと華やぐよね。和な感じも和テイストになるしね。ここにすぎ真ん中に。いい？胸に入れとこう。はい。あー、気も、あー、流れたくない。はい。よし、これで少しピンクのとこを足しました。はい、バリはちょっと削って、もうねコートしないで、このなんか筋が入ってるこのままで使いたいので。バリがついてないのはいいね。しかもちゃんと硬い。ほら硬い。なんか金粉みたいなのが手に入って、いい感じ。ちょっと少しねグリーンが入ってるんですよね。つかないね。はい。あ、はい。このぐらいの割りは全然いい感じですね。
もう一回分作ろうかな。これで。こっちは穴が開くので、こっちで作ろうかな。この子の、2層目ですね。全然お手手のとこのピンクがわからんね、この子。お手手のとこのピンクがわかんないね。ちょっと、もう一回入れてみるよ、尻尾も。はーい。この子入れたっけ？入れたね。体がちっちゃいから、パーツの入れる範囲も狭いしね。ちょっと金粉チュック、これを、金箔をちょっと入れて、金箔じゃないね、きっと。嘘ものやし。あんまりなみなみ入れて削らないといけなくなるのは嫌なので。ちょっとはくしゃって生えてる方が可愛いね。ペロって生えてるより。これでちょっといっぱいいっぱいまで。この子はひょっとしたら削ってコートしないといけないかも。これでこうかしゃってさて。さあ、じゃあ最後の層にしようかな。最後の層にしようかな。なのでちょっとまたピンクをね、ここピンクって見えてほしいから。と入れます。耳と。耳はもう縁のところから垂らすぐらいで、中に入れるっていうより、縁から流すって感じ。これはね、中に入れるんだけど、尻尾と足とかはね。おい。ちょうどいい感じ。これでまた桜をもう一回分作るので。良い感じのように。見たら。今度はいっぱいいっぱいまで入れようかな。はーい。たら、ちょっと足の先とかに色がつく感じで。そこがさ、真ん中が沈むよね。ヒゲなんかつけたいなって思ったんだけど、あんまり入れても入れなくても一緒だったから、これで。これで最後の効果ですね。これで硬化します。ちょっとせつなさん、ちょっと気持ち沿っても、でも柔らかくて、熱々で柔らかいので、その時に全然調節できる、どこが反るって、なんかね、尻尾が反る感じかな、このモールド。なのでこれでゲットしておきます。冷めたら、だからですね。お、あ、全然試作で作った時よりいい感じ。やっぱり、試作大事。あー、お尻のとこに毛を吐いて、この子のモールドさ、この子のモールドね、このモールドさ、いつもなんか、気泡が入るよね。あー、いい感じ。おー、ちょっと、あ、かわいいね。ちょっとバリがすごいですけど。じゃあ、バリをちょっと切っていきましょう。ハサミでもいいんですけど。
でもね、せつのね、あったかいうちは結構柔らかくて、割り取りしやすいんですよね。だから、どっかに冷めて、あのほら、反りとかが治ったら、割り取りにかかった方が、ひょっとしたらね、硬くなるとさ、削れ、あ、どうだろう、なんでちょっと、削れないでしょ、これ。まだね、柔らかいんですよ。ハサミで切るときとかも、ちょっとほんのり、まだ、あの、余韻があるときの方が、完全に冷めると、硬くて、あの、まっすぐなとことかはさ、やりやすいかもしれない。あの、カーブしてるとことかの、削りがガタガタガタってなっちゃうので、ちょっと柔らかいうちの方が、このカーブのとこにね、こう削るときにね、こう削るときに、あの、削りがこう白くなる。硬くなってからカットすると。この子は、なんかバリがいつも少ないの。いいね。この子よ。この子よ。ちょっといつも、なんか、バリ多めみたいな。はい。耳はハサミでカットしたかな。ハサミでカットした方が早いところと、カッターで、あの、ちょっとカーブしてるとことか、カッターの方がいい時もあるね。ここよね。さあ、こうとしようかな。ゴム手してないとさ、カッターとか触るときもさ、ゴム手してるとある程度なんか怖がらずにできるんだけどさ、これ素手だと怖いよね。じゃあちょっとコートしていきたいので、表面を薄くちょっと、あの、柔らかく削ります。あとね、これは柔らかく削ってコートするのね。あと、この子たちに今日は羽をつけようかなと思ってて、その羽をね、いつもさ、白でつけるじゃん？白で、いつもっていうか、白でつけてるんだけど、今日はね、グリーンで、こう、ちょ、羽、葉っぱみたいな羽みたいにしたいなと思って、今日はターコイズの、だから、この子たち、この大きさかなと思ってんだよね。この大きさ。で、みんなこっち向きに。ちょっと待って。この子はこっち向き。この子はこっち向きなんだよね。だから、両方のこの羽と、この子は、ちょいちっちゃめかな。この子はこれで、二つ。こっち多いかな。この大きさと、この大きさの羽を作っていきたいと思います。しかも、ちょっと今日はグリーンで。グリーンで、そして、これで、グリーンの、これね、大きさが、これよね。ちょっと先にここに叩いておこうかなと思って。グリーンっぽい。あ、やばい、筆に違うような。やばいやばい。いい方に2枚つける子は片方の子はさ、ちょっと待って、ちょ、黒いのが入ったわ。黒いの前のなんか黒っぽいやつが入った。結構グリグリつける。ここにさっきのグリーンの色がついてる、これですね。周りまで叩きまくったみたいな。はい。羽をつけてこうとした方がいいかもね、ひょっとしたら。ね。羽をつけて。これも薄くグリーンが入ってんだけど、あんまり主張がないよね。はい。なんかちょっと、ここを花びらにしてもいいかなってちょっと思ったんだけど、ピンク好きすぎたら、かなと思って。ベタベタする。よっしゃ、これで、硬化しまーす。ちょっと表面も、コート、今日はぽってりさせるっていうか、コートしようかな。なので、どうしようかな。
難しいね。なんかさっきの子よりこっちの子の方が難しいね。ぶら下がりちゃんよりもなんかわかんないけど、この子の方が手間がかかっちゃう。あ、お手手のとこがめっちゃ気泡が入ってんだけど、この子をどうしよっか。というかここに葉っぱ持たせる？葉っぱじゃない、こうやってこう。はい、削って洗ってきました。あとここにポコロって入ってた気泡のとこだけちょっと潰して平らにしました。全然分からなくなった。あとコートするからね。んでこうなって、このね表の方に羽をつける。でこっちは普通にコートする。今ねカサカサに削ってきたのでこっちはコートします。でこの子も同じようにこっちにお手手が欠けてたから、お手手にこの花びらをちょっと持たせようかなって思っています。つけようかなと思ってんだよね。ここにもうこれさ、羽に穴が開いてんだよね。穴が開いてない羽が、羽じゃないわ花びらに穴が開いてないやつを探して持たせたいなと思ってんだけど、全部ほぼ穴が開いてるな。ちょっと濃いめのね花びらを持たせたいなと思ったんですよ。体がもう透明ちゃんだから。いつ持たせようかな。表をコートする前かな。だからこっち側をコートしていきたいと思います。ぷっくりっていうよりもコート。そして羽じゃーん。お、良い感じ。良い感じですね。色味が理想通り。私のみんなの理想はどうかわかんないけど、私の理想通りになった。かわいいっす。これが大きい子たちの、この子の羽になる。あ、こういう感じ。あ、本当にツルツルしてて、あんまグリーン感がわかんない。ちょっとまた後でつけますね。この子はこういう感じでね。でこの子もちょっと割りちゃうと。あとで体をコートするときにこの羽も一緒にコートする感じにしようかなと。でも結構ツルツルなんですけどね。はい、これでこの子もこれ、あ、なんかちょっとゴージャスな感じがしてきたそしてそのちびっちゃちゃんには、ぶら下がりちゃんにはこの羽をちょっと大きかったかな、体の割に。体の割に大きくない。もう一回ちっちゃくてよかった。どうしよっかな、それ。まだまだあることあるんだけど、でかすぎた。もう一つちっちゃいとなるとこれかな。あ、じゃあちっちゃいの作ってみる。どっちがいいか。滑るね、このやっぱり、ね、表面がツルツルで。あ、こっちの方がいいですね。こっちです。決まりました。はい、はい、決まり。これはちょっとボツじゃないけど、これまた違う時に使いたいかな。はい、これでコートしていきます。なんかねポッテリっていうよりもサッとコートでいいかなと思って。でもちょっと強い、ツヤツヤさせたい。とコート材はグリーンオーシャンさんの福袋についていた、ハケがついたマニキュアタイプのコート材を使いました。で薄付きで弾くこともなくて、あとエンボスをかけて薄く
コッとするようにしています。そして表の方はですね、羽をつけて羽と一緒にコート仕上げをしようかなと思っています。結構このコート材をつけることで透明感が一層増してくれます。表はね、先に羽を固定しようかな。この羽をこんな感じかな。ちょっとそっちから見た感じとこっちから見た感じとちょっと気持ち違うね。ちょっとだけコート材をつけて薄く、そいで羽を、やだやだ、羽を本当にね、ツルツル滑るんです。本当に滑るの。猫背な猫の羽だから、ね、ここから見るともうちょっとはみ出してる方がいいんだ。そうだよね、こうやけね。あ、ここいた。悩みますね。この猫背のところまで出てる方がいいんだ。猫背のところまで、この端っこがね、これで大丈夫だと思うんだけど、こうかします。はい、手に羽をつけていきたいと思います。結構いい感じ。裏がやっぱさ、透明になるとツヤツヤに見える。やったー、はいやったね。ちょっと大体のいきなりちょんちょんってつけたんだけど、まだ消えてないのに。こんな感じかなと思ったんだけど、こんな感じ見える。そこから見るとちょっと私が見る角度とそこから見る角度本当に違うんだね。これでいい。ちょっと仮硬化させた方がいい、それともこのまま直に入れますか。はい、桜の妖精さんみたいな、そしてこの子はこれでいいんだけど、この子も羽をつけたいと思います。どうしよっか。ここ穴が開いてるから穴目立つよね。この穴が気になるんですよ。気になる？気にならない？大丈夫？うちわみたい扇子みたいな、扇子がいいわねみたいな。せつなさんここにちょっとくぼんでるからね、ここがくぼんじゃったんですよ。そこにちょっとつけて、色がギリのギリまで迷ってた。星のしずくでつければよかったかな。ちょっと大丈夫だった。これちょっと一回硬化します。まだ羽つけてない。コート材のやっぱりさ、筆がついてるのはいいね。使いやすいもんね、筆がついてると。可愛いっていうか色が薄いからね、伝わらないよねきっと。写真撮るのも下手だし。はい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 、猫ちゃんの縁も塗った方がいいのか、すごい今迷ってんですけどこれでちょいエンボスかけますかね。おお、ちょっと良い感じに。はい、じゃあこの子も、この前に作った子たちにも羽をつけてあげようと思って。はい、あ、この子もいるんだ。大きい羽にするかな。あ、もうこれができてからするか。はい、大丈夫です。はい、エンボスかけましょうか。はい、こうしちゃいます。
花びらにもコートしちゃいます。尻尾が細くて可愛い。はーい、あ、可愛いよ。ちょっと透明感のある感じで可愛い。だからこの子につけたいのはこれね、こっち向きだから、この羽だから、よいしょ、うん、から見たらこの手に花びら下げてます。この一枚でさ、この体全体を支えるって難しいよね。この一枚がここについてることで、っていうかちょっとこう手に持たせた方がいいよね。やっぱぶら下げた方がいい？バランス。よし、ちょっと考えてみよう。はい。どう？マットの羽。でも透明じゃない、ツヤがあった方がいい？うん、ツヤあった方がいい。ちょっとツヤ出ししますね。試作で作った、やっぱちょっとツヤ出しします。せっかくパール感があるしね、なんかコットンパールみたいになるのかなって思ったんですよ思ったんですよ。はい、やっぱパールが入ってるからツヤっとした方が合うな。はい、合います。こっちの方が絶対に。はい、これでいらっしゃい。はい、あの羽つけたら、これ試作のせつななので、今日とあんまり、あー、こっちの羽の方が可愛かった。今日さ、グリーンにしたんだけど、グリーンが、いって、あんまよくわかんない。あれ？グリーンがいいなって思ったんだけど、見て、この中の中では、この子がダントツ可愛いじゃん、見て。ほら。汚れた羽になっちゃった。どうしよう。やっぱりほら、こっちの方が可愛かった。この子たちはこのまんまで、仕上げるのは、今日作ったこの子。この子たちと、これ羽が、この子はちょっとグリーンな感じにしちゃった。でも白の方が可愛かったわ。絶対白の方が可愛かった。今頃？もう最後の、仕上げのパーツを作ってるところなんですが、結構ね、レジン作業で疲れてはいるんですけど、この時間がとっても大好きで、ちっちゃいパーツを作ったり、桜の花を、ね、花びらをこう合体させて一つの房に作ってみたりしています。ちゃんこ大好きな時間です。完成しました。今日は、桜のモチーフで桜猫ちゃんを作ってみました。もうすぐね、桜が咲くのではないかという期待を込めて春が待ち遠しいので、ちょっと春っぽい作品を作ってみました。レジン堂さんのせつなを使っています。そして着色剤は、グリーンオーシャンさんの福袋に入っていた、スイートっていう着色剤を使っています。そしてね、そのスイートで一回キャスで試作をしてた時に、桜の花びらもいくつか何枚か作ったんですけど、熊五郎の涙のレジン液と、そのね、スイートのレジン液、着色剤を混ぜたら、ふにゃふにゃでね、全然硬化しないんですよ。なんか、ソフトのレジン液で作ったんじゃないってぐらい、ちょっとなんかね、ベタつきもあるし、すごい相当時間入れてるんですけど、なんかね、カチンって固まらなくて、こういう状態。で、色もね、とっても薄くしか つけてないはずなんですよ。薄くしかつけてないのね、色もね。透明感を残したい感じで。でもなんか全部柔らかくて、なんかぼつってしまった。この花びらが。
色がねすごく可愛くて、こういう透明感のある桜を作りたいなと思って、また違うレジン液で作っておきたいなと思います。ちょっとこの分がブツになっちゃって、また今回作ったのもちょっと混ぜ混ぜしながらと、あと去年作ったこの辺の花びらをいっぱい交互に、この濃いのと薄いのと交互にこう重ねる感じで仕上げて作っています。そしてですね、モルトはこれ毎回結構好きで、本当によく猫ちゃんの中ではこれとこれがダントツ好きです。色が変わってきた。これなんかおまけについてきたみたいなのだけど、大好きになりました。細細でね、これはなんかな、わかんないけど。そしてこの子とこの子が向かい合わせになるような感じでできたらいいなと思って、ペアな感じでね作ったのがこちらです。そしてこれは王冠をかぶせてみました。そしてね、ちょっと自分が好きな感じのこう花びら、しだれ桜っぽく、なんかちょっと下に向いちゃうやつなんですけど、あとパールと、これと花びら、花びらじゃない、葉っぱも、つぼみも下げている感じで、ちょっとね、透明感があるパーツを、これはちょっとパールもつけたけど、感じで作ってみました。この子と、この子ね、王冠の中が、この子はピンクの桜が咲いています。そしてね、ちょっと羽はグリーンの色が入ってます。ターコイズのパウダーが、レジンドーさんのターコイズのパウダーを使って、この羽はちょっとね、パール感がある感じの軽そうな羽。そして、この子が、お揃いで、今回も、この子はね、ちょっとね、桜の色も、違う雰囲気で入れたけど、まあ、一緒に見えるね。ちょっと花吹雪みたいな感じで、ふわふわ咲いてる雰囲気と、ちょっとだけ、ちょっとだけゴールドを入れて、尻尾の先とか耳の先とかは、ピンクの、パール感のあるピンクの色がついています。ね、スケスケな感じで。なので、羽はね、こっちが表の方だけしかつけてません。こちらはつけてないんですよね。両方つけてもよかった。裏からつけてみる。まあ、いいかな。裏感があるけど。で、この子とこの子はペアな感じで、作っています。同じようなねパーツを下げて作りました。なんかね、こっからここまでが短いからどうしようかなと思ったんですよ。じゃらじゃらにつけすぎてもなって思ったんですけど、つけました。透明感があって一応可愛くなったと思うんですよね。ふわふわな、透明感があるけど、ふわふわな感じに作りたいなと思って。王冠を、お揃いでね、王冠をつけてみました。天使な感じの、猫ちゃんです。そして、この子二人は、王冠は被ってないんですけど、ヒートン、なんかちょっとお三角帽子みたいな感じのヒートンがついています。で、羽は、白の、なんてってっけなぁ。この子の羽はグリーン、ターコイズですね。これ、ちょっとね、グリーンなんですよね。そして、この子の羽は、この子とこの子の羽は、この、カノエを混ぜて、あと、モールドに叩いて、流して作っています。たちは、試作で作ってたので、熊五郎の涙で作りました。で、羽をちょっと、パール感のある雰囲気にして、で、こうして、刹那で作った、の
子がくまごろなのね。この子はせつななのね。ちょっと透明感がやっぱり違う感じですかね。まあ、お腹のとこにパールを入れたりしたのもあるかもしれないんですけど、せつなはいい感じに、で反らないしね。このモールド結構いつもなんか尻尾の辺がふにょんって向かったりするんですけど、出てきた時がモールドが熱々で出てくるので、その時にちょっとこう矯正する感じでやっていました。ここね、下げた時にこのにゃんこちゃん自体もお花みたいに見えるのがいいなと思って、花吹雪がここあってね。この中の桜もこう七変化するので、真っピンクに見えたりね、グリーンに見えたり、白に見える瞬間もあるし、感じで。そして最後にぶら下がり猫ちゃんなんですけど、なんかねどういう風にしたかというとね、この子も羽はターコイズの羽が生えてるんですけど、おててに花びらを掴んでて、こっちのおててにもう、こっちのおててもね、花びらを掴んでて、下に、尻尾にも花びらが、なんかちょっとよくわかんない感じね。それで作ってみました。なんかね、いっぱいもうここですでにジャラジャラしてるからね。ここでね、これ外せるんですよね。ジャラジャラしすぎだから、違うところにね、外して違うところにつけれるようにもしますしました。ここでカニカンでついてます。他のはね、全部カニカンじゃなくても直接アルカンの太いやつで固定したんですけど、なんか花びらにちょっと天使っぽい感じの、妖精っぽい感じの猫ちゃんで出来上がりました。みんな桜のキーホルダーにしていますね。ちょっとプレゼントにしたいなっても思ったんですけど、これあげちゃうと私だってバレちゃうのでせっかく作ったけど、ちょっとこの動画にしたからにはちょっと入れないから、よいしょ、ね、ここまでせっかく仕上げたのでね、大事に飾っておきたいと思います。あ、それから今日はピアスも作ってみました。ここにねちょっと下げてるんですけど、あれどうやって見せたらいいかな、ちょ蓋閉めて見せたかな、ちょっと待ってね。じゃあダメでした。こういう感じで、ピアス、しだれ桜ですね。こう、下に下がった5枚花びら、ちょっと違ういろんな雰囲気の、透明だったり不透明だったりの、ちょっとこう合わせながら、こうニュアンスつけたピアス、2組ですね、こう作りました。前はね、花びら、1枚花びらとか、もう、とか、ここにこう下がるっていう風にしてたけど、結構同じようなデザインが多いので、もうこうシンプルに、5枚花びらが下向きっていう、つぼみっぽいかな。で、作りました。撮ってみる。なんか、ちょっと、可愛いかな。ちょっとの時間だったらつけて歩きたいかな。かぶれないように。可愛くできたかなと思ってます。これはね、去年作った花びら。ちょっと今回作ったのはこういう透明感のある花びらで、去年いっぱい作ってたので、それをちょっと、また作りたいな、花びら。桜の花びら。たくさん作ってて、また来年の今頃、作品作りに活用させていきたいかなって思っています。かわいい。ピンクが大好きだし、いいですね。はい。
今回は桜のキーホルダー、桜の、なんていう題にする、桜舞う、桜猫ちゃん、春を届けに来た桜猫ちゃんどうかな、なんていう題にしようかね。桜猫ちゃんで、なんかこう集めてたパーツが今回役に立って、このゴールドとこの辺のゴールドとあってちょっと良かった、可愛くできました。なんかね、このホロだけだとちょっと安っぽくなっちゃうので、中にちょっと金箔のなんかホイルみたいなやつも中に入れてみました。はい、この子だけおひげがついてるんだけど、1本取れちゃった3本こっち3本こっちってあったのに、この子1本ここのバリをパチって取ったらひげも取れてしまった残念。もうね、羽が、この羽も可愛いですね。透明な体にこうつけるとインパクトが出てよかったなって可愛い。この子はね、表面は白のこういうあのキラキラなんですけど、このベースの中はピンクを入れてるので、ちょっとこう、この子とまた違うんですよね。羽の側面、外面は一緒なんだけど、あ、一緒？ちょっとね、ピンクなんですよ。ほら。羽がほんのりピンクにこうなってます。この子とこの子がペアでもいいけどね。そっくりすぎるもんねこの子はペアでもいいな。可愛くできました。はい、もうね、もうすぐ3月になっちゃうから、なんかお別れの季節になっちゃうね。卒業式とか、どんないろんな、なんか旅立ちとかね、春はいろんなことがある。ちょっとワクワクするし、ちょっとなんかドキドキするし、ね、なんか待ち遠しいですね。早く桜が見たいですね。はいよ。はーい。では今日はこの辺で、はい。また、3月もまた、まあのんびりマイペースに、作品作りも、ゲームも、キャズも、いろいろ頑張りたいと思います。では、今日はこの辺で、季節の変わり目ですので、体調にはお気をつけください。バイバイ。